巨人最強や、勝った勝ったそれでええんや、明日もちゃんと中山と秋広を使いよう、再開争いみたいな試合やったな。久々に良い勝ち方したな。対戦はスピードでないんじゃなくて抑えてるんか。怖いよ、ホームだったら秋広呼ばれてたな。グリフィンまだ若いのええわ。もう3勝目なんだ。この人当たり助っ人だな。今日の激戦はゾーンで西球は投手陣用頑張ったわ。岡本坂本っていう守備の穴は反省しよう。グリフィン防御率2点台になればだいぶ見栄え良くなるな。次の登板でいけるか。7回のうんこみたいなファンブルを忘れれば良い試合やったな。秋広中山使うなら来週ドーム行くわ。山瀬もはよ使ってくれ。今日のあらずっとニコニコしてたな。なんか吹っ切れたんちゃうか。坂本が弾いた時ニコニコしてたのはちょっと怖かった。グリフィンは勝てる投手だな。貯金もくらいしそう。グリフィンは普通にメルセデス以上の活躍してくれてるよな。グリフィンドールはもう当たり認定してええんか。マークソ守備の犠牲になったのは直江であってグリフィンではないからな。裏で直江は泣いてそうだが。腹ずっと笑ってて怖かったわ。とうとう壊れたんか。ご視聴ありがとうございました。